ただいま。俺のたった一人の家族、血のつながらない妹。もうちょい待ってろって。一年前のあの出来事から自分の部屋に引きこもり、誰とも交流することがなくなった。のだが、久しぶり、兄さん。一つ屋根の下、開かずの間の扉が開くとき、兄弟の新たな物語が動き出す。やっと会えたな。そのいきなりすぎてどうしたらいいのか。サギリ、実は俺は本当に兄さん、信じられない。エロマンガ先生、よろしく。エロマンガ先生。